ちら、ローズデキャトルバンです。ゆっくり開いてきてくれてます。お花を近づけると、すっごくいい香りです。先日のゲーテローズ、ゲーテローズよりも好きな香りでした。全体像としてはこんな感じです。ちょっとお花数が少ないですね。つぼみも小さいものがあといくつかくらいしかついてません。はい、お隣にゲーテローズを持ってまいりました。こちらがゲーテローズです。で、こちらがローズデキャトルバン。ローズデキャトルバンの方がちょっと重厚な感じがあります。ゲーテローズの方が少し軽めですね。薪も柔らかです。ローズデキャトルバンの方はこうずっしりと重みを感じますね。ものすごくギュッと詰まって巻かれてる感じがします。どちらも好きですね。どちらも好きですけれども、やっぱりローズデキャトルバン2鉢買っただけあって、こちらの方が好きかな。お花持ちもローズデキャトルバンの方が断然いいと思います。はい、それから香り飾りもまた美しく咲き始めていました。この子は真夏の間も次々と咲いて、1週間ぐらいは綺麗な状態を楽しめてました。ちょっとお花を近づけるとかすかに香りがわかります。全体像としてはこんな感じです。この子はブッシュ仕立てだとなかなか形を保てなかったので誘引しています。はい、そしてこちらは今年になってようやくよく咲いてくれるようになってきたカオルノです。元気よさそうです。よかったです。元気になってきたら香りも前よりいい香りがするようになってきているような気がします。嬉しいです。全体像としてはこんな感じです。大きく伸びてます。はい、こちらはカオルノです。昨日の大雨でうつむき加減になってます。スズランみたいで、これはこれで可愛いですね。雨の後なんですけれども香りもかなり立ってきてますね。なんだろう、カオルノの香り、これはこれで大好きになってきました。バラ特有のダマスクの感じはあまりしないんですけれども、気分がクリアになるような心地よい香りがします。はい、そしてこちらも大きく伸びたシェーラザードです。お花を近づけるといい香りします。全体像としてはこんな感じで、ちょっと何かに誘引してあげた方がまとまるかな。真夏よりも花色が濃く出ているような気もします。相変わらずの美人さんですね。はい、それからこちらはステファニーグッテンベルクです。この子はお花を近づけても香りはわかりません。で、夏よりもなんとなくお花が小柄に見えます。花びらがふさふさしてて可愛いです。全体像としてはこんな感じです。
結構横張りになりがちなので内目で切ったのでこじんまりしたのかなと思います。ステファニー・グッテンベルクも雨に打たれましたが元気です。香りはしない子なんですけれども雨に強いような気がしますね。あまりお花が傷んでる感じがありません。はい、こちらはミミエデンです。お花がなんかまだ夏花のような気配です。この子も香りがないのが残念なんですけれども、お花が長持ちするので切り花としても使えて便利で2鉢持っています。全体像としてはこんな感じで、この子もだいぶ伸びてきてますね。はい、ミミエデンもかなり雨に打たれましたが全然平気な感じですね。可愛いです。まだ夏花のような開き方ではあるんですけれども、この辺とか本来のミミエデンっぽく咲いてきてるところもあります。はい、本日のバラを集めてみました。